さて、ちょっと突然なんですけれども、ちょっとまた山田さんにもちょっとお付き合いいただいてもよろしいですかね、はい、突然ちょっと情報が舞い込んでまいりました。今日はですね、ちょっと新しいスムージーのお店がオープンしたということで、こちらにね、いつものゲストにもお越しいただいてます、最後の晩餐というですね、レストランの経営をしている金井さんのお店でスムージー販売を今日からするということで、ちょっと情報が届いております。つながってますかね、金井さん。金井さん、はい、どうもどうも。名越さん、ありがとうございます。今日こんにちは。聞こえますか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、今青葉公園通りの最後の晩餐という、はいはい、ここで今日からスムージーを販売してまして、はい、今スムージースペシャリストのあゆちゃんにちょっとつなぎますけど、こんな今お客様もいらしてくださって、こんにちは。はいはい、スムージーを飲むとこんな美女子になるよという今お二人がはい、いらしてくださってます。じゃあちょっとあゆちゃんにつなぎますね。はい、直子さん、あゆちゃんちょっと緊張してるので上手にお話し言ってあげてください。はいはい、あゆちゃん、スムージースペシャリストのあゆみさん、今日オープンおめでとうございます。おめでとうございます。いや、かわいい。いかがですか？届いてるかな？いかがですか、あゆみさん。あ、今ちょっとイヤホンつけてくれてますね、なおこさん。はい、突然すいません、あゆみさん。スムージースペシャリストの、あゆみさん、今日本日オープンということでおめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ離れてますけど緊張しちゃうんですけど、またどうですか、なおこさん、お客さんの反応とか、いかがですか？朝からやっぱ午前中すごい混んだんですよ。はい、なんで静岡市初食べるスムージーになるので、うん、飲むんじゃなくて食べるんですよ。食べるスムージー、わかります？そうなんです。やっぱ噛むことによって脳内の血流も良くなるし、なんかホルモンバランスとかもすごく良くなる、静岡発食べるスムージーになります。今ちょっとお客様のを作っております。はい、すいません、忙しい時間に。とんでもないです。ということで今日ですね、その青葉通り、静岡市の青葉通りのところで、このスムージースペシャリストの山田あゆみさんがこのスムージーカフェをオープンしたということで、その場所が、最後の晩餐というですね、レストランのところなんですけれども、どの辺なんですか？ちょうどですね、青葉通り、歩いていただきますと有名なケーキ屋さんがあって、そこのすぐ近くなんですけれども、本当に両替町なので居酒屋さんとか、飲み屋さんが多く立ち並ぶところなんですが、今ちょっとね、なかなかそのコロナ禍で元気がないんですけれども、その金井さんとタッグを組んで、美容に特化した食べるスムージーということで、静岡初ということで、今日22日オープンということで、急遽今お電話をつないで伝えていただきました。今日22日オープンで、毎週火曜日にここのスムージースタンドがオープンするということなので、ちょっと PR させていただきました。この食べるスムージーということなんですけれどもね、よくスムージーって、はい、飲むっていうイメージがあるんですけれども、そうですよね、普通こうストローでね、こう吸うじゃないですか。吸うんですけれども、ここのは食べるスムージーなんですね。もう一回つながりますかね、金井さん、どうですか、あゆみさん、どうですか。あ、つながってますか。あ、じゃあ、あゆみさん忙しいんで、金井さんちょっとお話してくれますか。はい、あ、金井さん聞こえますか。あ、今イヤホンしてます。ごめんなさい、聞こえます。すいません。はい、ありがとうございます。はい、はい、こちらこそ、ね、すみません、あゆみさん、ちょうどお客さんの対応でお忙しい時間だと思いますので、はい、こんな美味しいのが、できます。すごい、すごい、かわいい、こんなです。え、
はい、すごい絵になりますね。はい、カラフルですね、これを飲むと食べるとこういう風に綺麗になる。なるほど。はい、そういうことです。男性ももちろんいいんですよね。あ、もちろん、はい、体がそうですね、しばらく飲んでいただくと体の変化がわかると思います。デトックスで、はい、じゃあ肌もツヤツヤになりますかね。はい、肌もツヤツヤ、もう元気もりもりで、金井さんのように若々しくいられるということですね。はいはい、もう私のようになりたい方はもうぜひぜひ。なんか今美容とかね、こう美に特化した、ね、はい、女性が多くいるということ で、 そ う、 です、ね、まあ、そういったところをピンポイントに、この食べるスムージーというお店なんですけど、はい、どうですか、はい、お客さんの反応どうですか今。あ、今日結構知人もそうなんですけど、はい、インスタで見ましたよなんて方いらしてくださって、うん、愛ちゃんも喜んでました。あ、そうなんですね。はい、今日は何時までそちら の、 今日は3時ぐらいですけど、はい、一応今結構思ったよりお客様いらしてくださったので終わり次第ということになりますけど、やっぱ静岡の人は美容にこうあれで情報が早いです ね、 そ、 うですね、そうですね。じゃあ3時まで開いてるけど、はい、ソールドアウトしちゃいますね。本当です、はい、早く行かないと、はい、早く売り切れちゃう前に行かないと。なのでね、静岡の女子に綺麗になっていただいて街を盛り上げていただければいいなって。あゆみさんはすごく壮大で、このスムージーから静岡を、はい、静岡県を地球を変えたいということ で、 で、はい、本当に熱く語るんですね、はい、そうなんですよ。だいたい打ち合わせすると1日6時間とか打ち合わせ、はい、昨日もちょっとお手伝いの現場をちょっと拝見したんですけれども、ありがとうございました。はい、もう本当に熱心にずっと語っておりました。スムージー博士って呼んでもおかしくないですね。はい、そうですね、本当にお若くしてね、子育てもしつつなんですけれども、お子さん、ね、お二人いるんですけれども、うん、本当にこの体の中から元気になって、うん、笑顔を絶やさないようにということで皆さん笑顔を振りまいているので、ぜひともこの青葉通りのこのスムージースタンド、最後の晩餐のところでねやってます。金井さんも今日、ね、まだいてくれるということですので、はい、ずっといます。はい、ぜひともじゃあこの後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。お忙しい時にありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、はあ、いや、美味しそうでしたね。 YouTube はこういうこともできるんですね。お、毎週火曜日でしたっけ。はい、毎週火曜日の、まあ、11時、まあ、頃から、まあ、3時ぐらいまでですね、まあ、売れてしまえばソールドアウトということなんですけれども、ね、まあ、本当にこの、ね、今暴飲暴食の方が多いかもしれませんけれども、ちょっとこうリセットして、ね、スムージーで調節するのもいいかななんて、いいですね、思います。はい、ぜひとも皆さんちょっとお出かけしていただければ、ね、と思います。ぜひぜひ。すごいですね、若い女性がこういうふうにこういろんなことを発信してくって、うん、ね、やっぱり夢があっていいですよ。本当にそうですね、うん、やっぱチャレンジと夢、うん、もうそれがすべてかな、うんうん、ね、まあ、私たちも負けないようにどんどん、まだまだ、はい、まだまだチャレンジ必要です。ここでチャレンジしていきましょう。新たなことでチャレンジを、はい、さあ、そしてちょっとお時間の方も少なくなってまいりましたけれども、うん、ちょっとお知らせがございます。こちらちょっとちっちゃいかな、静岡英和女学院の旧宣教師館にて島村英二さんのストーンアートの作品展を開催します。これね、石な、ちょっと写真でしかわからないんですけれども、石のアート、ストーンアート、まあ、あ、上上、うん、あ、下すみません、はい、ぜひともこれ、7月の7月3日、4日に、はい、行われます。ちょっとね、この写真なんですけども、これ全部石です。キラキラ輝いた石です。ちょっと気持ちが落ち込んでるなっていう方は、ぜひともこの明るいこのストーン見てください。素敵です。7月の3、4日に旧宣教師館で、ね、行いますので、はい、島村さんはですね、プラモデルのこの箱 の、 絵 の、 イラストレーターということで、まあ、ご覧になった方も、ね、たくさんいると思いますけれども、ぜひとも貴重なこの石、ぜひともご覧ください。素晴らしいですね。でプラモデルといえば、ね、静岡の、うん、もう静岡が唯一と言っていうぐらい特産品ですからね、はい、そうですね、うん、静岡から始まったって言ってもね、日本のプラモデルはおかしくない、うん、
またあのね、おうち時間があるのでプラモデルまた人気になりますからね。もう人気になってますから。そうですね、そうですね。いやいや、なんか本当にこのね、今こういう状況ですけれども、明るい話題がここで盛りだくさんでお送りしますので、次回もぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さて、大事なお知らせもう一つございます。さあ、 YouTube のスンテレ登録者数がですね、今247人、3人、ごめんなさいね、ちょっと奥見つめちゃった、ええ、大丈夫ですよ。247人ということなんですね。まだあの静岡県民、そして世界中の人口を含めますとまだまだ少ないですので、ぜひとも皆さんチャンネル登録をお願いいたします。いろんな静岡県の話題盛りだくさんでお送りしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、それではお時間になりましたので、このあたりでさよならですかね。今日も、ね、今日もなんかまだまだ、ね、話足りないですよね。まだまだお話したいことあるし情報もたっぷりあるので、はい、また次回ですね。そうですね、この新しいスタジオからも来週お送りしたいと思います。では今日のスンテレはここでさよならしたいと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。 バイバーイ。
さて、ちょっと突然なんですけれども、ちょっとまた山田さんにもちょっとお付き合いいただいてもよろしいですかね、はい、突然ちょっと情報が舞い込んでまいりました。今日はですね、ちょっと新しいスムージーのお店がオープンしたということで、こちらにね、いつものゲストにもお越しいただいてます、最後の晩餐というですね、レストランの経営をしている金井さんのお店でスムージー販売を今日からするということで、ちょっと情報が届いております。つながってますかね、金井さん。金井さん、はい、どうもどうも。なおこさん、ありがとうございます。今日こんにちは。聞こえますか？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、今青葉公園通りの最後の晩餐という、はいはい、ここで今日からスムージーを販売してまして、はい、今スムージースペシャリストのあゆちゃんにちょっとつなぎますけど、こんな今お客様もいらしてくださって、こんにちは。はいはい、スムージーを飲むとこんな美女子になるよという今お二人がはい、いらしてくださってます。じゃあちょっとあゆちゃんにつなぎますね。はい、なおこさん、あゆちゃんちょっと緊張してるので上手にお話を伺えてください。はい、はい、あゆちゃん、スムージースペシャリストのあゆみさん、今日オープンおめでとうございます。おめでとうございます。いや、かわいい。いかがですか？届いてるかな？いかがですか、あゆみさん。あ、今ちょっとイヤホンつけてくれてますね。なおこさん、はい、突然すいません、あゆみさん。スムージースペシャリストのいです。あゆみさん、今日は本日オープンということでおめでとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ離れてますけど緊張しちゃうんですけど、またどうですか、なおこさん、お客さんの反応とか、いかがですか？朝からやっぱ午前中すごい混んだんですよ。はい、なんで静岡市初食べるスムージーになるので、うん、飲むんじゃなくて食べるんですよ。食べるスムージー、わかります？そうなんです。やっぱ噛むことによって脳内の血流も良くなるし、なんかホルモンバランスとかもすごく良くなる、静岡発食べるスムージーになります。今ちょっとお客様のを作っております。はい、すいません、忙しい時間に。とんでもないです。いということで、今日ですね、その青葉通り、静岡市の青葉通りのところで、このスムージースペシャリストの山田あゆみさんがこのスムージーカフェをオープンしたということで、その場所が、最後の晩餐というですね、レストランのところなんですけれども、どの辺なんですか？ちょうどですね、青葉通り、歩いていただきますと有名なケーキ屋さんがあってそこのすぐ近くなんですけれども、本当に両替町なので、うん、居酒屋さんとか、飲み屋さんが多く立ち並ぶところなんですが、今ちょっとね、なかなかそのコロナ禍で元気がないんですけれども、その金井さんとタッグを組んで、美容に特化した食べるスムージーということで、静岡初ということで、今日22日オープンということで、急遽今お電話をつないで伝えていただきました。今日22日オープンで、毎週火曜日にここのスムージースタンドがオープンするということなので、ちょっと PR させていただきました。この食べるスムージーということなんですけれどもね、よくスムージーって、はい、飲むっていうイメージがあるんですけれども、そうですよね、普通こうストローでね、こう吸うじゃないですか。吸うんですけれども、ここのは食べるスムージーなんですね。もう一回つながりますかね、金井さん、どうですか、あゆみさん、どうですか。あ、つながってますか。あ、じゃあ、あゆみさん忙しいんで、金井さんちょっとお話してくれますか。はい、あ、金井さん聞こえますか。あ、今イヤホンしてます。ごめんなさい、聞こえます、すいません。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそ、ね、すみません、あゆみさんちょうどお客さんの対応でお忙しい時間だと思いますので、はい、こんな美味しいのが できます。すごい、すごい、すごいでしょ、かわいい、こんなです。え、
はい、すごい絵になりますね。そう、ものすごい、はい、カラフル、ね、これを飲むと食べるとこういう風に綺麗になる。なるほど。はい、そういうことです。男性ももちろんいいんですよね。あ、もちろん、はい、あの体がそうですね、しばらく飲んでいただくと体の変化がわかると思います。デトックスで、はい、じゃあ肌もツヤツヤになりますかね。はい、肌もツヤツヤ、もう元気もりもりで、金井さんのように若々しくいられるということですね。はいはい、もうあの私のようになりたい方はもうぜひぜひ、はい、なんかあの今美容とかね、こう美に特化した、ね、はい、女性が多くいるということで、そうですね、はい、まあ、そういったところをピンポイントにこの食べるスムージーというお店なんですけど、はい、どうですか、はい、お客さんの反応どうですか今。あ、今日結構あの、はい、知人もそうなんですけど、あのインスタで見ましたよなんて方いらしてくださって、うん、愛ちゃんも喜んでました。あ、そうなんですね、はい。今日は何時までそちら の, あの今日は3時ぐらいですけど、はい、一応今結構思ったよりあのお客様いらしてくださったので終わり次第ということになりますけど、あ、やっぱ静岡の人は美容にこうあれで情報が早いですね。そうですね、じゃあ3時まで開いてるけど、はい、ソールドアウトしちゃいますね。本当です、はい、早く行かないと、ね、早く売り切れちゃう前に行かないと、なのであの、ね、静岡の女子に綺麗になっていただいて街を盛り上げていただければいいなって、うん、あのあゆみさんはすごく壮大で、このスムージーから静岡を、はい、静岡県を地球を変えたいということ で、はい、本当に熱く語るんですね、はい、そうなんですよ。あの大体打ち合わせすると1日6時間とか、はい、昨日もちょっとお手伝いの現場をちょっと拝見したんですけれども、本当にありがとうございました。あの、はい、もう本当に熱心にずっと語っておりました。スムージー博士って呼んでもおかしくないですね、はい、そうですね、あの本当にお若くしてね、あの子育てもしつつなんですけれども、お子さん、ね、お二人いるんですけれども、うん、本当にこの体の中から元気になって笑顔を絶やさないようにということで、皆さん笑顔を振りまいているので、ぜひともこのアーバー通りのこのスムージースタンド最後の晩餐のところでねやってます。金井さんも今日ね、まだいてくれるということですので、はい、ずっといます。はい、ぜひともじゃあこの後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。お忙しい時にありがとうございます。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 はい、はい、はあ、いや、美味しそうでしたね。 YouTube はこういうこともできるんですね。もう毎週火曜日でしたっけ。はい、毎週火曜日の、まあ、11時、まあ、これから、まあ、3時ぐらいまでですね、まあ、売れてしまえばソールドアウトということなんですけれども、ね、まあ、本当にこの、ね、今暴飲暴食の方が多いかもしれませんけれども、ちょっとこうリセットして、ね、スムージーで調節するのもいいかななんて、いいですね、思います。はい、ぜひとも皆さんちょっとお出かけしていただければ。そうですよね、ぜひぜひ。すごいですね、若い女性がこういうふうにこういろんなことを発信していくって、うん、ね、やっぱり夢があっていいですよ。本当にそうですね、うん、やっぱチャレンジと夢、うん、もうそれがすべてかな、うんうん、ね、まあ、私たちも負けないようにどんどん、まだまだ、はい、まだまだチャレンジ必要です。ここでチャレンジしていきましょう。新たなことにチャレンジを、はい。さあ、そしてちょっとお時間の方も少なくなってまいりましたけれども、ちょっとお知らせがございます。こちらちょっとちっちゃいかな、静岡英和女学院の旧宣教師館にて島村英二さんのストーンアートの作品展を開催します。これね、石なんちょっと写真でしかわからないんですけれども、石のアート、ストーンアート、まあ、上上、うん、下すみません、はい、ぜひともこれ、7月の3日4日7月3日4日に、はい、行われます。ちょっとね、この写真なんですけども、これ全部石です。キラキラ輝いた石です。ちょっと気持ちが落ち込んでるなっていう方、ぜひともこの明るいこのストーン見てください。素敵です。7月の3、4日に旧宣教師館でね、いますので、はい、島村さんはですね、プラモデル の、 この箱 の、 あの絵 の、 あのイラストレーターということで、まあ、ご覧になった方もねたくさんいると思いますけれども、ぜひともあの貴重なこの石ぜひともご覧ください。素晴らしいですね。でプラモデルといえばね、静岡の、うん、もう静岡が唯一って言ってるぐらい特産品ですからね、はい、そうですね、うん、静岡から始まったって言ってもね、日本のプラモデルはおかしくない、うん、今
またあの、ね、おうち時間がそうそうそうあの、あるのでプラモデルまた人気になりますからね。もう人気になってますから、ね、そうですね。いやいや、なんか本当にこの、ね、今こういう状況ですけれども、明るい話題がここで盛りだくさんでお送りしますの で、次回もぜひぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さて、大事なお知らせもう一つございます。さあ、 YouTube のスンテレ登録者数がですね、今243人、ごめんなさいね、ちょっと奥見つめちゃった、ええ、大丈夫ですよ。247人ということなんですね。まだあの静岡県民、そして世界中の人口を含めますとまだまだ少ないですので、ぜひとも皆さんチャンネル登録をお願いします。いろんな静岡県の話題盛りだくさんでお送りしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。さあ、それではお時間になりましたので、このあたりでさよならですかね。そうですね、今日もなんかまだまだ、ね、話足りないですよね。まだまだお話したいことあるし情報もたっぷりあるので、はい、また次回ですね。そうですね、この新しいスタジオからも来週お送りしたいと思います。では今日のスンテレはここでさよならしたいと思います。今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではバイバーイ。